昭和から平成へと急ぎ足で変わっていった私たちの時代。その急速な変化のあまり、我々は人として大事なものをいくつか落としてきたような気がします。カウント10アーカイブス第1回目の今日は、物はなくとも人々の心が豊かだったあの頃、1960年代にタイムスリップしてみたいと思います。それではカウントダウン。古くから雪の多い地方で親しまれてきた雪室作り。秋田県の鎌倉は小正月に行われる伝統行事で、雪で作った室内に水神様を祀り、甘酒や餅が振る舞われます。この日ばかりはと夜まで賑やかに楽しむ子供たち。こちらは国民体育デーに行われた札幌での巡回ラジオ体操大会の様子。前に出ている先生のお手本を見ながら体を動かす子供たち。小学生の子に混じり、小さな女の子も参加しています。子供からお年寄りまで誰でもできるラジオ体操。子供たちは2番までしっかり覚えました。学校帰りの男の子たちが夢中になって見ているものは、組み立て式の軽量模型飛行機です。材質は軽量な紙や木材などで、ゴムの動力でプロペラが回る仕組みになっています。飛距離を争う大会なども、各地で行われていました。お気に入りの飛行機キットを手に入れようと必死の子供たち。彼らの夢を乗せ、たくさんの飛行機が空を舞いました。こちらは遊園地で行われたフラフープコンクールの様子。当時は子供たちのおもちゃとして大人気でした。プラスチック製の輪を腰で回す姿がフラダンスを踊っているように見えることから命名されたフラフープ。割烹着を着たこの女性たち、何をしているかお分かりですか？水の中に入っているものは封筒に貼られていた切手の山。使われて古くなったそれらを水でふやかし、剥がし取っているのです。そうしたものを乾かし、分類してまとめる内職を彼女たちはしています。1950年代に始まった切手ブームの裏には、こうした奥様方の影の支えがあったのです。